ビッグエアでどうの村瀬ここも、ほんと夢みたいな、本当に信じられなくて、北京五輪スノーボード女子、15日、北京五輪、スノーボード女子ビッグエア決勝、北京、初出場の女子高生、村瀬ここも、17歳、紫スポーツ、は、まあ、銅メダルを獲得、この種目では男女通じて日本勢初で、冬季五輪では、 2010年バンクーバー銀の浅田真央の19歳を抜き日本女子史上最年少メダルとなる競技後のコメントは以下の通り、ほんと夢みたいな涙ぐむ、本当に信じられなくて、ほんと今までここに来られたのも、皆さんのおかげで、家族とか友達とか、あとスポンサーの方々とか、私だけで取れたメダルではないので、皆さんに感謝しかないです。ありがとうございます。